青ちびきは、鈴木目笛大化に分類される魚の一種。インド太平洋熱帯域に生息する大型肉食魚で、食用にもなる。笛大化の分類では、浜田や赤に組み込まれ、一種のみで、青ちびき属エイプリアンを構成する。地方名としては、青松手、黒間、大町、銀物などがある。生魚は、全長1メートルに達する。体型は、 前後に細長い防水型で、同じ赤に属する石笛台、浜台、姫台などに似る。体色は全体的に青灰色で、覆面はやや白っぽい。和名もこの体色に由来する。笛台加魚類の中では特に胸びれが短い。尾光のもとに一本の溝が縦に走ることで、類似種と区別できる。口は大きく、顎には鋭い歯が並ぶ。尾ひれは、 大きな三日月型をしている。背びれ中央部の付け根に黒い斑点が数個出る。背びれとしじびれの一番後ろの南上は糸状に伸びる。南日本、ハワイオーストラリア北岸、アフリカ東岸まで、インド太平洋の熱帯海域に広く分布する。水深180メートルまでの浅い海の岩礁、珊瑚礁域に生息する。サンゴ礁では、外礁斜面の周辺で多く見られる。 単独化、数尾ほどの小さな群れで行動し、海底付近を遊泳する。防水系の体系の通り遊泳力は高い。食性は肉食性で、小魚、甲殻類、糖塞類などを捕食する。主に釣りやハエナーで漁獲される。身は白身で、地方によっては高級魚として珍重される。ただしインド太平洋域では、シガテラ中毒が報告されており、注意を要する。 AB 札幌市中央卸売市場資料札幌市 P24 2020年3月16日閲覧ありがとうございます